セリーヌ・ルブランはフランス出身の元女子柔道選手。階級は 78kg 級。身長 169cm。1999年の世界選手権では3位となった。翌年のシドニーオリンピックでは決勝で中国の東林に1-2の判定で敗れて2位に終わった。2001年の世界選手権では 78kg 級で3位だった。 ものの、無差別では準決勝で中国の東文を判定で破ると、決勝ではイギリスのカリーナ・ブライアントを指導で破り、七十八キログラム級の選手ながら無差別で優勝を飾った。二千三年の世界選手権では七十八キログラム級、無差別ともに5位だった。二千四年アテネオリンピックでは準決勝で日本のアンノノリコと対戦してゴールデンスコアまでも連れ込むものの、 終了19秒前に大内狩りで有効を取られて敗れ、3位決定戦でも、キューバのユリセルラボルデに袖吊り込みしで一本負けして5位に終わった。2005年の世界選手権では3位となった。2008年北京オリンピックには、ステファニー・ポサメに国内の代表争いで敗れて出場できなかった。その後2009年の世界選手権では5位、2010年の 世界選手権では 78kg 級で7位、無差別で5位とメダルを獲得するまでには至らず2011年1月のワールドマスターズで2位となった直後に引退を表明した。ありがとうございます。